まあ、良いところには位置していると思いますし、まあ、いよいよフォーガラーが本当に最終盤重要なところなんですね。はい、トントン内から、まあ、抜け出し飛び出しているところも考えていますね。はい、さあこうアルトゥール回帰の落とし、そして泉、泉から広瀬から鈴木優馬、ワンタッチでというボール、あー入れ替わった満田、そして左に少しベンカリハは流れていく、ね、さあ右に森島走っている、満田自分で持っていく、自分で行って今森島使う、森島から中、おシュートだー、惜しくも左が外れましたけども、あの角度から狙っていきました森島です。樋口まだキープ、そして常本へ、常本から鈴木優馬、鈴木優馬縦に持っていってのクロス、ファーサイドアルテル回帰枠の左でした。クロスにパーでこのアルトゥール回帰。田村そのまま左に入ってます。はい。バックボードからエゼケウへ。ここはキミンテをかわしたエゼケウ。右の画面は空いていますが、まあ、そちらを使ってクロス。そしてショート来た。入ったばかり。田村詰めてました。一方敗れました。先制は。初ゴールになります。この局面、打開がまずすごく惜しかったです。引きつけて引きつけて、ああドグラス・ビエラが一つ深い位置取りましたんで、まあ、クロスターがフリーな分ミサは影響されますから、はい、その開けたところに入ってきますね。ですから直接ボールには関与してませんけども、ドグラス・ビエラのアクションは最終的にここの場所を空けると、センターバックをどかす動かすっていうところにすごく貢献しましたね。まあ、後ろから運ぶのか、おそらくはまあ前に持っていこうだと思うんですけども、まだ時間はありますので、まだ徹底したいところですね。野上から満田シュート、ナイスキーパー。ターンからシュート早かったですね。鈴木優馬から土井は届かない、今日は佐々木が完投難しかったね。ますかね、鈴木優馬の時は関陽だ、前に持ち出す鈴木優、仕掛けシュート巻いていく、決まった。試合を決定づけるゴールが決まりました。エゼキエウ95分2点目入りました、サンフレッチェ広島です。細かさとずらしてからの右足を振るタイミングが増えますね。はい、少し、ね、後ろ側にターンボール来てると思う、うまくね、はい、少し減速した瞬間にボールを右足に当てて、ここからですね、1個分ずらしてというか、相手を下げさせて、ちっちゃくまたいで下げさせた瞬間に右にずらして、はい、もう次の左足で踏み込んでコンパクトに振ってると、うん、もうキーパーのことは恐らく見てないと思うんですけども、完成試合イメージで、ボールは外巻きのボールなんで、そしてここで長い笛が吹かれました。川村、さらにはエゼキエウ、途中出場の2人の得点、サンフレッチェ広島勝利。まあ、これで広島は J1 は5試合ぶりの。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe Push Notifications